昨日発表した研究、成功すればなかなかね。そうね、成功しない研究なんてただの時間潰しだ。まあせいぜい頑張りなさい。別に待ってないわ。時間通りさあ入るわよ。私は泳がないわよ。それならいいね。まあたまには研究をしない休みもいいわね。それじゃあそろそろ帰るわよ。私に挨拶は？あなた、もしかして一人？危険、危険だ。私が一緒に行ってあげる。当然。それじゃあ、さっさと行くわよ。そのうち、私の目覚まし時計にしてあげる。秘密よ。
じゃあホテルの海で待ってます。約束通り来たわよ。さっさと行きましょう。怪我してるよね。私を逃がすからそういう目に遭うのよ。せっかく新兵器の威力を試すことができると思ったの。そうね、帰りましょう。探したわよ。これから調査。ホテルのそばの農場にいい研究テーマがあったの。ミステリーサークルね。私が科学的に解明してあげるわ。ほら突っ立ってないで、調査よ調査。まずは中心から。この世に未確認飛行物体など存在するわけがないでしょ。私が正体を暴いてあげる。私が準備するまで持ちこたえなさい。Oh, wow.
想定強度に問題があったみたい。大したことなかったわね。私に挑戦するのは1万光年早かったわよ。行くわよ。Thank you.